皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ギコちゃんと下ひげさんとこっちゃんです。かわいいな、本当にだんだん大きくなって、すくすく育ってるんですよ。もうゴンちゃんブログのね、時との、ね、違いをね、多分こう見ていただくと分かると思うんですけど、もうすごい大きくなったでしょ。でかいよ、タヌキだよもうゴリラの子供みたいな、もう ポテッとしてさ、うん、歯もこうやって、ね、出てきたもんね。そう、下の歯がもう生えたんだよ。うん、かわいいですね。ね、なんでちかそれ、なんかここのね、チップもなんかね、認証しましたみたいなね。あ、そうそう、送られてきたね、うん、そうそう。さあ、そんなわけで、はい、本日なんですけども、ポチストライカーズコレクションというガチャが来てますよ。ですよ。ユーザー投票で選ばれた15体の人気キャラ大集結、上位5体は出現確率超アップしてるらしいんで、超アップ、はい、超アップって提供割合見ていいですか。やっぱり 2% ぐらいなんだ。え、 0.9、 0.15。 あ、星6状態だね。星6状態だね。まあでも実質結構高いんじゃない。星5状態だろうが星6状態だ、違う違うな、サンダルフォンあるとは重心化だからか、星6は。うーん、なるほどな、なるほどな。まあいっか、こっちまあ普通のピックアップで確率上がってますよっていう時の数字だよね、 0.9 とかだったらね。そうですね、大体ね。そうですよね。これ下平さん持ってないキャラっています？この中にはいないんですよ。全部持ってる？全部持ってるんですよ。じゃあ引かなくていいや。いや本当にそうなんだけど。でも1体しか持ってないでしょいや全部1体、あ、ガブリエルはさ、ガブリエルは何体かいて、まあ、ルシファー2体いて、メタトロンアルファ2体、グングニルアルファ1体、ノンノアルファ1体。手がないや僕いや、ノンノアルファ欲しいかな。こっちいいんじゃない、こっち。うん、だって持ってた、引いてないじゃんこれ。あー、そしたらさ、ちょうど今この数あるじゃん、210あるから。確かに上10連引いて、上行って下行く、下行く、ありじゃないですか。そうしましょうか。エロいなー、すげえ舐めてるのですっごい、もう絶技がすごい。絶技って何？下の技。ああ、ああ、そういうことか。そう、それダメじゃん、中指やったら。え、中指押すのダメじゃん。いや、見えてないよ。こうやってやってんの。え、こうやってやってんの。見えてないでしょ、今。俺には見えてますよ。いや、あなたに見えてても他の人に見えてなければいいのか。じゃあ、いきますよ。見えてなければ何してもいいみたいな、そういう感じやめてもらっていいですか。バレなきゃ何もしてんだよ。え、バレなきゃ何もしてみん。だから、あなた。じゃあ、いきますよ。まあ、0.9%。 まあね、なんだったら僕はあれなんですよ、メタトロンは普通のが欲しい。なるほどね。アルファじゃなくて。このヒゲ何？えっ、あ、すげえかわいい。何加えてんのこれ。けど、え、何これ、上加えてるの。アイスキャンディーでしょ。アイスキャンディーだな。アイスキャンディーでしょ。あ、本当だ、アイスキャンディーしかも2本っておかしいでしょ。いやな、え、似合うのよ。やめろ、あんたの趣味をここで露呈するんじゃないよ。この浮き輪にこの辺の穴もあってるしね。天使の半分こエロいな、エロいエロいな。はい、ということで、はい、新ガチャいきましょう、はい、続きまして新ガチャに参りたいと思います。これは1日1回引くやつですから。そうですね、我々は、はい、ね、ゴンちゃん、これはゴンちゃん、ゴンちゃん、これもこのキャラでしょ。足利をしてるね、よう言われてんのはね。わかんない、ペンペンが貸してくれって言ったから、うん、フレンドラに設定したっきり自分で使ったことが一度もない。あ、そうなの。うん、ねー、かわいいもんね。よしてるに、インエーさん、あー、ガブに、ナスヨイチ、ナスのヨイチね。あ、ナスのヨイチ。地雷除去に属させるんじゃん。これね、重心構え500点ですよ。ほら、あ、あ、ほんとだ。ぼやけてるんで気をつけてください。ちょっとモザイク。やめて、このモザイクとか。バーンされるからまた広告書かされて。あ、モザイクやめて。あ、わかった、なんでか。ん？ちょっとこの子もさ、うん、こう格好がちょっと肌色多いでしょ。あ、だからもう半分モザイクかかってんだ。もうダメなんだよ。やめてくれよ。いろいろガイドラインに引っ張ってね。引っ張ってやめろ。引っかかるんで。引っかかるんで。引っ張っちゃって。はい、じゃあ行きます、はい、30連ですね。いいじゃないですか。どうしましょうか。やったね。よしてる、欲しい、よしてるですね。よっちゃん欲しいんだ。よくん、スーパーブリーフチャージ止まる、あ、
まあ来るでしょ。ぼやけてる人だ。ぼやけてる人出たよ、ゴンちゃん。ぼやけてる人。ナスの誘致だって。上から見るとすげえかもしれない。アザラシみたい。何俺で見て、星玉でしょこれ。星で当てて終わりみたいな気持ちいいじゃないですか。エロいなそれは。足利義照出たら終わりでもいいんじゃないですか。もう全然いいと思いますこれ、ね、終わり全然いいっす。義照出て終わり。陰影くせえ。うわーかわいい。プルメリア。そうだよね。明治プルメリアヨーグルト。ねえこちゃん、プルメリアあんま作ったことないな。かわいいねえこちゃん。あとね、10連ぐらいね。はい、いきますか。キャワタンだね、ゴンちゃん。キャワタン、キャワタン。あ、ヒーローズね、僕ね、うん、何の味か。この前のあ、はいはいはい。ノアだけクリアできずに終わりました。あ、ヒーローズ終わったんすか。ヒーローズもう終わりましたよ、イベント。終わりましたよ。終わったっすね。終わりましたよ。終わったっすね。どうします、引きますか。まだどうしよっかな。ガンちゃん、まあ、でもこれぐらいしとこっかな。なんかこれにしとく。うん、これぐらいにしといて、うん、うん、まあうん、これぐらいにしときますわ。じゃあ次は俺だ。そう、俺は See you next time。 続きまして、はい、天気くんの番です。アネッシェッセ。このパーティー、うん、何をやってたでしょうか。もうすぐわかるよ、これ見るだけわかります。何ですか。カルバ、セックス、ブー、カルナです。え、カルマじゃん、カルナだ。ナです。あ、まあ、うん、いろいろグダグダだったね。キリッツって言ったけどさ。そう、キリって言ったけど。さあ、そんなわけで、うん、ストライカーズコレクション先ほど弾いていただいたと思うんですけども、はい、チャンギコの方でも弾いていきたいと思います。で、ここに来て、ええ、ギコちゃん欲しいものなんですけど、おやっぱグングニーのアルファですよね。グングニーのアルファが欲しいです。運曲じゃないんですよ。聴く理由、運曲じゃない。そういう理由で、はい。で、グングニールが今どれくらいかって話なんですけど、はい、これラック上で見てみるの分かるね。いや、ちゃう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 、並び替えのラック順ね、はい、ラック20なんですよ。あ、めちゃくちゃ低いじゃないですか。ほう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 、こんなのギコちゃんじゃないじゃん。確かに、うん、せめて少しでも上げときたい、ね、これ全部混ぜたとしても20、25、30、35、40、45、50、55、うん、うん、全然低すぎる、うん、まだ折り返したばっかりなんで。ちょっとそれはね、存在意義としてありえないのかなと思っておりますので。アンチテーゼに強いっすね。アンチテーゼに強い、そう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 、ね、うん、ただアンチテーゼあと俺1で、お運曲なんで、ほら、あ、本当だ、もう98なんで、すげえ、エロいな。最近のこの豪絶にをね、運曲にするモチベーションやばいよね。そう、飽きてるけどね。飽きてるけどやってる、ちゃんと。えらいでしょ。まあその付き合い方だよね。そうそうそう、ちゃんと程よいこう付き合い方をしてますから。そうでしょうね、一人でやり。ということで、はい、ストライカーズコレクションを弾いていきたいと思います。お願いします。1日1回お互い弾きましょうかですね。うん、うん、そういう感じでいきます。はい、では、グングニーのアルファを狙っていきたいと思います。はい、ストライクショット。これはどうだろうね。まあ普通の10連っていう考えにね、確定じゃないもんね。うん、大丈夫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 。そんなことないっすわ。これいわゆるクソガチャじゃないですか。ん、待って待って、これはストライカーズコレクションとか適当な名前言ってるけど、うん、ただの、うん、ゾウニだよね。まあ、そうだね、ゾウニガチャだよね。うん、そうそうそう、とりあえずぶっ込んでみただけ。出ないやん、うまみのない詐欺やん、詐欺ガチャやん。確かにこれコメントあったんですよ、うん、あれ釣りだから釣りガチャだからやめた方がいいよみたいな、釣りガチャだ。はい、ということでこれ引かないほうがいいです、みんな。これ引かないで、うん、超重心祭とか、うん、重心カノン、うん、これ引いたほうがいいです。これはゴミガチャっす、うん、というわけで、はい、爆死でした。バイバイ。
王族。え？王族の人たち。胸板が怖いんだよ。胸板厚すぎんだよ。